欧米にて、一般的な住宅用火災警報器住宅用火災警報器は火災報知器の一種で、主に一般住宅に設置され、火災の際煙や熱を感知して、音声やブザー音で警報する警報器である、重警器とも略される。基本的な動作原理は、ビル等に設置する自動火災報知設備と同じであるが、自動火災報知設備が感知器、受信機、 ベルなどの構成機器を配線して動作させるシステムであるのに対し、住宅用火災警報器は感知器そのものが、音声やブザー音を発し、単体で動作するものである。なお、火災発生時に、複数の住宅用火災警報器を連動して、作動させる機種も存在する。詳しくは、動作方式の項を参照2006年6月1日に、改正情報法が施行され、 新築住宅の居室や階段上などに住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。既存住宅についても、小建て住宅や自動火災放置設備がついていない共同住宅は最短で2008年5月中まで、遅くとも2011年5月中までに設置することが義務付けられている。既存住宅の設置期限は市町村条例で制定され、地域により異なるため、 各地の自治体や消防署で確認が必要である。設置義務化に伴い、東京都西多摩郡ひばる村では2008年10月15日に全国に先駆けて世帯全戸に設置を完了した。設置場所は、就寝に使う寝室や階段、廊下が指定されている。自治体によっては台所への設置も義務付けているところもあり、義務ではなくても台所への設置を推奨する。 自治体が多い。丸型と角型の2種類があり。丸型は主に天井面に取り付けるタイプ。角型は主に壁面に取り付けるタイプに用いられている。露出型は主に古くから、ある住宅などに後から取り付けるタイプのもので、電源不要の電池式が主流であるが、単体 AC100V 式もある。埋め込み型と違い、室内の配置などに合わせて、自分で取り付け場所を選定できるメリットがある。 甘いただし付け型居室の天井面に直接取り付けるタイプ。ネジで台座を天井面に固定し、本体をはめ込むのが主である。壁掛け型、壁取り付け型天井近くの壁面に取り付けるタイプ。額を飾るように壁面にピン、釘等を打って、本体を掛けるタイプと、直接ネジ等で本体を壁に取り付けるタイプがある。埋め込み型住宅新築時に建築業者によって施行されるタイプで、 露出型と違いたくない配線から電源を引くため、電池交換が不要で、半永久的に使えるメリットがあるが、半面、停電時には全く機能しなくなるというデメリットも、併せ持つ。露出型に比べて、電源ユニットが不要なため、薄いという特徴もある。設置場所を変えられないため、家具の配置やエアコン、天井照明等の設置に注意が必要である。 天井を埋め込み型住宅新築時に天井面に施行されるタイプ。壁埋め込み型住宅新築時に天井に近い壁面に施行されるタイプ。設置場所は天井の場合、壁や梁から60センチメートル以上離れた天井中央付近に取り付けるエアコン吹き出し口や換気口からは1.5メートル以上離し、照明器具も発する熱で、 感知障害となるためできる限り離して取り付ける。壁の場合、天井から1 5トルから5 0トル以内に重計器の中心が来るよう取り付ける。いずれも、タンスの上など埃の多い場所や湿気、水気の多い場所、ストーブやエアコン、扇風機の近くなど、熱や水蒸気、風などが当たる場所は、誤作動や誤検知、機器の故障の原因となるため取り付けてはならない。 a c 1 0 0ト式電池交換が不要だが、設置に電気工事士の資格が必要なため個人の利用者が自身で設置するには向かない。既存の住宅に設置する場合、建物の構造によっては天井に穴を開ける必要が出たり、設置場所に制約が出るケースもある。これらの理由から、住宅を新築する際に設置されることが多い。電池式 a c 1 0 0ト式と異なり、設置に 資格は必要としないため、個人の利用者が自身で設置しても問題はない。また電気配線工事が不要であるため、既存住宅への設置に適している。リチウム電池で5年や10年間動作するものが主流となっており、電池寿命を音声やブザー音で知らせるものもある。電池交換が可能なタイプと不可能なタイプがあり、電池交換不可能なタイプは、機機寿命とともに、 警報器自体を取り替える必要がある。煙式警報器熱式警報器炎検知式火災の初期段階で発生する煙を検知するため火事をより早期に発見するために有効である。寝室、階段、廊下に設置される光電式構の乱反射を利用して煙を感知する方式。日本では煙感知器の主流となっているイオン化式放射性物質アメリシウム241 お用ち、放射線の電離作用を利用して、煙による電離電流の変化を感知する方式である。他の方式よりも高感度であるため、費用対効果に優れている面などから諸外国では主流であるが、日本では放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正で、放射性同位元素装備機器に該当するために、寝室には設置できず、また、 不要になった場合の廃棄に際して注意が必要なことから住宅用にはほとんど製造されていない。日本火災放置機構業界では製造メーカー、または日本アイソトープ協会に廃棄を依頼するよう呼びかけている。熱検知式調理などで煙や水蒸気が発生する台所で非火災法を懸念する場合に適している。一方、熱式は火がある程度の大きさになり、 感知器の周囲温度が上がらないと反応しないため、煙式と比較すると火災の発見が遅くなる。紫外線検知式炎から放射される炎特有の短波長チョの紫外線を検出することにより火災を検知する。速応性に優れるが、核の影などで炎が感知エリア外の場合は検出できない。消費電流が他の方式よりも多く頻繁に電池を交換する必要があり、 電池での長期間の駆動は困難。一酸化炭素検知式燃焼に伴って発生する一酸化炭素をセンサーで検出する他の方式と違い換気不足による不完全燃焼等も検知できる。赤外線検知式燃焼に伴い放射される特定の波長域の赤外線を検出することにより火災を検知するそれぞれの方式に一長一短があるため 複数の方式を組み合わせた複合型が開発されている。音声警報タイプ、カジデスなどと音声で知らせるタイプ、ブザー音も併用されるものが多い。他の家電機器のブザー音に紛れることなく火災であることを知らせるため、子供や高齢者にとってより安全であり、普及が進んでいる。特に高齢者と若年者では耳によく感知する音の周波数帯域が異なるため、 低音から高音をスイープさせた音を導入するブザー音タイプ、P 音などの電子ブザー音のみで知らせるタイプ、音声警報タイプと異なり、他の家電機器のブザー音に紛れることがあるため、最近ではより安全性の高い音声警報タイプなどに切り替わっている。電池切れの場合、一定間隔で P 音が鳴り続けるものもある。発光タイプ警報音に連動して、 高輝度の点滅光を発生させるタイプ、警報音を聞き取りづらい高齢者が居住する、一般家庭向けのほか、聴覚障害者の居住する小規模、多機能型居宅介護施設向けなどに設計されている。日本国内ではパナソニック電工や日本フェンオールが一体型のものを製造、販売しているほか、株式会社東京のブトモも、電動型の発光器を製造、販売している。 初週、タイプ警報音に連動して特徴的な強い周期を発生させるタイプ。主に聴覚障害者向けの他視覚障害者向けにも設計されている。現在のところ、日本で株式会社シームスが製造、販売時、イグノーベル賞を受賞したわさびの刺激臭成分、アリルイソチオシアネートを発生させるものが唯一である。単独型一台の警報器が単独で、 警報するタイプ。比較的小さな家に向いている。2階以上の家などは、火災の発見が遅れやすく不向き、電動型複数の警報、警報機関の配線が必要になるが、警報機が設置された各部屋に一斉に知らせるため、離れた部屋の火災がより早期に発見できるメリットがある。主に新築住宅で、設計段階から配線を考慮した上で採用される。 ワイヤレス連動型電波などのワイヤレス信号で、相互連動を行い、電源を電池式にすることにより、配線不要で連動型の機能を実現したもの。電池交換が必要、機器の登録作業が必要であるなど、優先式の連動型に対して劣る点はあるものの、先行配線のない既存住宅でも、連動型が採用できるメリットは大きい。価格は単独タイプより割高になる。 熱に感じやすい火薬を用い、爆発音にて知らせるもの、全米と形状記憶合金をモチーベルを鳴らすものがある。いずれも熱式のア系である。NS マークは総務省令で定める消防用設備等の技術上の基準に適合していることを確認するため、第三者機関である日本消防検定協会が構造、材質、性能等についての試験を行い、 適合した製品に表示が認められるマークである。住宅用火災警報器においては、この取得は義務ではなかったが、購入の目安として NS マークが付いた製品を推奨する自治体が多く、他の認定機関として東京消防庁やウルマークを取得した製品もあり、自治体によってはこれも含めているところもあった。しかし2014年4月の省令改正施行により、 総務大臣による形式認定を含む同種刑法規の国家検定制度が始まり一本化され従前の機種は2015年4月1日以降日本国内向けに販売するための製造及び輸入が禁じられ2019年4月1日以降は販売や取り付けについても禁止となることが規定されたなお2019年3月31日までに家屋に設置された 県マークのない住宅用火災警報器は本体に記載された有効期限まで引き続き使用できるとしている。複合型警報器都市ガスや LP ガスのガス漏れ警報器と火災警報器が一体化となったもので基本的に一酸化炭素の検知にも対応している。新築、既存の住宅問わずガス契約時などに一緒に購入できるガス販売業者もある。都市ガスは 空気より軽いという煙や熱と似た正常を持つため、都市ガス対応タイプは、新コスモス電気や矢崎創業、放置機など各社から、天井取付型と壁取付型の両タイプが出されており、さらにそれぞれ熱感知式と煙感知式のタイプがある。LP ガスは空気より重いという煙や熱とは正常が異なるため、LP ガス対応タイプは、 現在のところ新コスモス電気製の熱感知式のみであり、天井付近の壁に取り付けた本体から優先で伸びているガス漏れ検知部を床面近くの壁にイベット取り付けなければならない。なお、複合型警報器で床面、または床面近くの壁に取り付けるタイプのものは煙や熱の性質上作られていない。ありがとうございます。